ディズニーシーロケさせてもらったんです、ほんなら、まあ、いろんなアトラクションを乗せてもらうんですけど、うん、今から行くのは、うん、タートルトークですって言い張るんですよ、うん、僕は全く知らなくて、うん、え、何ですかそれ、うん、あの設定としては船があって船底にこうガラス窓があって、うん、そこにね200人ぐらい入って、うん、はい、まあ、その窓ガラスにあのファインディングニモに出てくる、うんうんうん、カメ、クラッシュっていうカメがそこに出てきて、ほんでもう動いて身振り手振りで喋って、で15分ぐらいお客さんと質疑応答して、そのクラッシュがそのお客さんをいじり倒して、誰一人傷つけず爆笑に次ぐ爆笑をかっさらって帰っていくっていうんですよ。すごいね。そんなことあんのと、ほんで行って、ほな、お兄さんが、じゃあみんなでせーのでクラッシュ言いましょうねって、せーのクラッシュー言うと向こうからうわー来るんですよ。そう、まあ、映像なんですけど、カメがうわーって、まあ、動きも表情とか声とかめっちゃおもろい感じなんですよ。おお、みんな会いたかったぜもう子供たちうわー来ない、おお、今日はもうみんなで会えて本当に俺は最高だぜじゃあこっから、じゃあ俺になんか質問あるやついるかい、男の子が、はい、じゃあそこの男の子カメですよ、おお、質問なんだ、僕はあの泳ぎが得意じゃないんですけど、あのどうやったら泳ぎが得意になりますか、泳ぎが得意じゃないのか、名前なんて言うんだ、コウスケって言います、おいおい泳ぎの速そうな名前じゃないか、ほんならもうキョトーンってした顔して、クラッシュは、うん、俺そんなおかしなこと言ったかって言って、設定として地上のことは一切知らないって言って、でそれをこうごまかしながらもうそれで笑いとるんですよ。すげえ。他になんか質問ある人いるかって、おそこのお姉さんなんだ、あ、私たちあの今日大阪から来たんですけど、大阪弁喋れますか、大阪弁、大阪弁って一体何だ、いや、あのなんかなんとかやんとかなんとかやねみたいな言葉なんですけど、いやー俺はちょっと大阪弁は喋られへんねん、どうだもうむちゃくちゃウケるんですよ200人がってほんなら今度女の子が、女の子質問があるのか、かわいいな、どうした、海には綺麗なものはありますか、もうその質問が可愛すぎて、うん、もう200人がもうポーってなってるいい質問だ、海には綺麗なものはいっぱいあるぜ、このサンゴ礁だって泳いでる魚たちだってみんな綺麗だ、みんな綺麗なんだ、だけどな、少しだけ少しだけ俺が生まれた時より海が綺麗じゃなくなってるような気がするんだ、だからもし今度海に行った時はみんな海を汚さないでくれるかい、もう全員心使われてるからもう大人もみんなはいね、まあ、ロケですからカメラあって俺がいるっていうのももちろん200人のお客さん知ってあるんですよ、ほんでもうバラエティですから、そのクラッシュにね笑いこんだけ取られてる場合ちゃうと、俺もバラエティ番組で言ってるそりゃそうや、お前質問あるか、はい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 言って、ほんで、あ、そこのお兄さん質問なんだって俺当てられて、ね、さあここでこの爆笑クラッシュとどう絡むかっていうことですよ、好きなことわざなんですか、そのクラッシュに、おうおう、もちろんことわざ、おい、ことわざってなんだ言われたんで、いや、まあ、例えば、鶴は千年亀は万年とかって言ったら、返す姿なんで、おいおい人の寿命を勝手に決めんじゃねえよで、亀の平均寿命は大体80年ぐらいなんだよ、どうか、まあ俺は今150歳だけどな、どうかで、お姉さん君はいくつだって、38歳です、まだ卵から帰ったばかりじゃないか、どうだけど俺は150歳だけど、でパッてお腹見せるんですよ、亀やからこう割れてるんですよ、腹筋割れてるーって、腹立ってきた、君は腹筋割れてるか、いや割れてないです、ちょっと見せてくれよって見せようと思ったら、誰が本当に見せろって言ったよ、じゃあまたおな、バイバイって帰っていくんですよ、俺何にもできず、何一つ笑い取れず、全部クラッシュに持っていかれて、これ
これ何や何やこれ何にもできへんかった、うん、言うたって芸人が言って、うん、どうしようどうしようってもそっから俺結構引きずって、うん、5日後に休みあったんですよ、うん、俺プライベートで、うん、やっぱもう一回やりたいって俺ねプライベートでニット帽にマスクで俺もう一回ねもう一回潜り込んだんですよタートルトークにーほんならまたその日もウケてますねフラッシュが男の子があの得意な泳ぎは何ですか得意な泳ぎって何だ君は何なんだ僕は背泳ぎです背泳ぎ知らねえなーって言いながら背泳ぎやってるんですよもうダーン受けてこれもう次もう大体毎回3人ぐらいの質問で終わるから2人終わってもう次はいはいはいたらおじゃあそこ の, あのニット帽にマスクのお兄さん名前なんて言うんだって来たから俺もうバーッとって千原ジュニアって言いますほんなら200人でしょなんでなんでなんでみたいなうわーなったらそのうわーってなってる間またおもろい顔でこうやって静まるまで待つんすよクラッシュはもうめっちゃええ顔でおい俺より人気者は嫌いだぜ今とそれ掴んで、うん、で質問って何だジュラジュラ質問って何だって言うから好きなテレビ番組なんですか、うん、テレビって一体何だ、うん、いやあの地上にあるこうすごい楽しい四角い箱で、うん、そこには面白い人がいっぱい出てるんです面白い人面白い人って一体誰だ、うん、でいやあのねまあまあ、まあ、例えば面白い人、まあ、例えばうん千原ジュニアとかみたいな、うん、お客さんはグズグズグズって、うんうんうん、千原ジュニアはそんなに面白いのかじゃあ今から面白いこと言ってくれよ、うん、おー思った感じと違う今度お客さんがうわー面白いこと言ってみたいなだって千原ジュニアは面白いんだろうだったら俺を笑かしてくれよぐわー詰められて俺お客さんもうわーなってるからこの状況何言っても絶対ウケへんってことだからいやあのねあのあれですわあの千原ジュニアはそんなに面白くないですって俺逃げたんですほんだお客さんが200人逃げんのみたいなすっごい空気になって俺どうしようこの空気どうしようって言ったらクラッシュがいやー千原ジュニアって聞いた時の最初の歓声聞いたら千原ジュニアがどれだけ面白いか俺には分かったぜ千原ジュニアまた遊ぼうなバーイ帰ってきためっちゃ半端やんクラッシュ俺ね亀に助けられたんですいやすげえ浦島太郎以来のいや亀に助けられた俺だけですよすごい。そうか。はですね、うん、まああの残念な兄がいまして。そうね、ちょっと残念かな。はい、あれ小学彼が6年生ぐらいの時ですかね。うん、あの土曜日みんなであのお昼ご飯をね家で食べてたんですよ。うん、全部年末やったんですよ。うん、もうおかんがもう綺麗に家中大掃除してたんですよ。うん、で玄関の横の部屋から僕らはなんか出入りしてたんですよ。うん、そっちの方が近いんで。うん、ほんでもう誠治はもうラーメンがなんかもうバーッ食うて野球に行きたいんですよ早く、うんうん、で行ってきますっつってその例の窓から出て行ったんですけど、うん、おかんがめっちゃ綺麗に掃除してて、うん、閉まってたんですよ、うん、開いてる思ったんですよ、うん、ほんでも誠治それわからんもんやからバーリッヘインって割り合ったんですよ、うん、ほんでうわー思ったら誠治、うん、そのまま何のリアクションも取らず野球行ったんですよ、もう野球しか見えてない、はい、野球一筋このあれ2ヶ月ほど前ですかね、まあ、ちょっと休みがあったんで、平泉岩手の平泉が世界遺産になったっていうんで、じゃあちょっと見に行こうかで行って、うん、岩手の人ってすっげえ優しくて、行った旅館の人がなんか美味しいお店ないですかってわざわざそのありますよって車で送ってくれはったり、川下り行ったらあの帰りどうするんですかって行きまで、じゃあ僕自家用車で送っていきますよとか言って送って行ってくれはったら、まあ、すっげえ優しいんですよみんな。ほんでまあその日の夜さご飯食べてどうするって言ったら、その町にキャバクラが1軒だけあるって言うんですよ、うん、
じゃあ俺普段あんまりそういうとこ行かないんですけど、せっかくこんなとこやし来たから、じゃあそこ一軒しかないと言われるそのキャバクラにじゃあ行ってみようって後輩2人と3人で行ったんです。ほなまああのキャバクラなんですけど、まあ女の子が1人バーって座りはって、でバーって見たらあの前歯が欠けてあるんですね、もうごっそう欠けてあるんですごっそう欠けてあるんです。あ後輩が前歯どうしたって言いよったんですよ。ね、俺も言わんねえのに思いながら、女の人にそんな言わんねえのに思って、前歯どうしたんって声が出たら、うん、まさかのその子は、うん、喧嘩だ。まあこっちじゃない。まあこっちじゃない。喧嘩したん。喧嘩だ。って言うんですよ。あ彼氏かなんかに、ね、殴られたん。うん、女同士の喧嘩だ。女同士、女同士でどんで喧嘩したん。あんまりあいつは約束守んねえもんだから河原に呼び出したって言うんですよ。河原で結構女の子同士で、ほんで前歯折られたんつら、私も折られたけどあいつの前歯も折ってやった。すごい喧嘩やな、うん、だけどそれがきっかけで大親友になって、今では2人で同じ歯医者通ってる。の女の子がこっち来て、その子はもうちょっとこうあのちょっとこうあんまりこう態度が良くない感じの女の子が、若い子ですけど髪の毛もちょっちゃのバーッそうやって、お前あれだな、あのテレビ出てるやつに似てるなお前って言うんですよ。口悪いな。えテレビ出てる人似てる誰やろ。いや私は興味ないからあんま知らねえけど、お笑いのやつでたまにテレビ出てるやつにお前似てるぞって言うんですよ。え、お笑いのやつで誰やろうな。いや興味ないからあんまあれな、いいともとかにたまに出てるやつだ。なんだあれ、千原ジュニアとかいうやつに似てるなって言うんで、俺千原ジュニアやねんって言ったら、ない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 、こんなとこにいいとも出てるやつがこんなとこ来るかお前は。お前な今の発言全然面白くねえぞって。まさかの面白くないわな、岩手のキャバクラで滑るっていう。それは気持ち悪いな。まあさっきも出ました、はい、ロッシーなんかもそうですし、はいはい、まあいろんなね面白芸人がいっぱいいますよ、吉本興業、はい、東京には東京でやっぱりね、はい、群抜いて、はい、その天然のね、うん、芸人さんがおられて、はい、2分の5の大川くんっていうね、はい、大きい子ですね、はい、はい、もうすごいんですよ、大川くんって、そのまあみんな楽屋で喉乾いたね、でもルミネの楽屋で7階ですから、はい、コンビニまでジュース買いに行くの面倒くさいと、もう自動販売機ルミネ一応ありますけど、うん、もう全部飲み飽きたと、まあ、ここにないのが欲しい、はい、じゃあコンビニに誰が買いに行く、俺行くの面倒くさい、喉乾いたって本人が言い出したんですよ、大川君が、はい、でも俺行くのは面倒くさいと、みんな喉乾いてるやろ、はい、じゃんけんで負けたやつが行こうみたいな、はい、じゃんけんおもないしトランプで決めよう、はい、ね、はい、じゃあそうしようと、トランプで決めようって言ったら、そんなまあねタイミングよくトランプ楽屋にないですよね、はい、ないですわトランプ、もうしゃあないなー言って、もうええわー言ってコンビニ行ってトランプだけ買ってきた。どういうことなんですか。どういうことってね、もう日常茶飯事なんですよ。すごいっすね。普通ね、うんこさんをね、はい、こうしてて、はい、ね、和式でまあ大川君ね鍵をよくかけ忘れるんですよ、はい、ね、でその時も鍵かけ忘れててガチャって開けられたんですよ、はい、ほな普通ね、はい、びっくりしますから、はい、うわーとか、あすいませんとか、うん、なるでしょ、大川君も、はい、ガチャって開けられたら、まずその入ってきた相手の目をパッて押さえて、はい、相手の親指で鼻をクッと押さえて、マナーはめちゃめちゃなってるんですよ。そんな大川君と楽屋、あと他にもいろいろいまして 5,6 人いまして、クイズをねみんなでこうなぞなぞ出し合ってたんですよ、うん、ほんならやっぱそういう天然と呼ばれる人はその天才と紙一重というか、はい、その時にね
出された問題が、お皿にイワシが4匹乗ってますと、うん、で野良猫がそれぞれ別方向から3匹 やってきて、はい、イワシを1匹ずつ加えていきましたと、うん、さあ今お皿にイワシは何匹でしょう、はい、ね、はい、猫が3匹来て1匹ずつ加えていってんから、はい、4匹乗っててんから、はい、それは1匹やろ、まあね、でみんな言うてたら、はい、大川君が「いやちゃいますよ、猫がそれぞれイワシを1匹ずつ加えた、足していったんですよ、加えていったんですよ、だから6匹ですよって3足す4を間違えるんですよ、惜しいな、惜しいんですよ、紙一重なんですよ、4と3簡単ですけどね、残念なんですね、残念ですね、驚異的なやつ多いですね、すごいでいいよ吉本興業、いやこれはちょっとすごい恐ろしいですよ。今年の5月にですね、はい、世紀の一戦が行われるというので、ラスベガスで、パッキャオとメイウェザーっていうのが戦うということで、こうボクシングファンとしてはこれはどうしても生で見たいと、これなんとかならないかなということで、いろんな人にこう力を貸していただいたら、チケットが1枚だけ手に入ったんですよ、1枚だけなんですよ、でもこれは行くしかないということで、もう人生初の一人旅です、一人ラスベガス、一人ラスベガス、日本国内も一人で旅行なんか行ったことないですよ、これでもこの試合見るためにはもう一人で行くしかないっていうんで、もうめちゃくちゃビビってるんですよ、もうドキドキしてるんですよ、成田初なんですけど、もう千葉ですよ、そこ行くのにもうビビり倒してるんですよ、俺気づいたら3時間前に着いてたんですよ、ね、ほんでとにかく何かあったらあかん思って、中入らんと、もし飛行機乗り遅れたりとかやったらえらいこっちゃと思ってるから、もうすぐ入って、これ僕旅慣れてないから、中入ってもなんかいろいろあんねや思ったら何にもないんです、だから入ってもうたら、イミグレーション入ってもうたら、入ってもうて何にもない、3時間ある、もうラウンジ行くしかないっつって、俺ラウンジ一人で入って、やることないし、ビール飲んでワイン飲んでウイスキー飲んで、もうベロベロですよ、俺千葉でベロベロ、ほなちょっと帽子の大きいマダムに声かけられて、うん、ああなたーとか言って、大ファンなの写真撮りましょうとかで写真撮ってもうたりしながら、でベロベロでやっと3時間経って飛行機乗りました、うん、携帯を充電せなあかん思って、で充電器さし、俺の充電器はまたあの一番コード短いやつなんですよ、うん、でこれコード、電話差し込む、うん、床にもつかない、この上の棚にも乗らない、だからちょうどあのやり終わったバンジーみたいな感じなんですよ、もうしゃあないわ思て、でも酔うてるし、そのまま俺離陸前に寝てもうたんですよ、ほんでしばらくして起きてご飯でも食べようかなと思ってパッて見たら携帯ないんですよ、携帯外れてるやん、とかってシートの下とかこことかどこ探しても携帯ないんですよ、いや初の海外一人旅、携帯なしはこれ無理やで思いながら、もう探して探してたらシーさん来られて、どうされました、いや携帯がないんです、違いましょうとか言ってペンライトでシートの下とか見るんですけど、どこ見てもないんですよ、ほんで俺の後ろに3席あったんですけど、リリー君の時にスーンって向こう行ったんちゃうかなと思って、はい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 、ちょっと後ろの方にも聞いてみますとか言って、すいませんって後ろの人3人立ってもうて、そのシートの下とか見るんですけどないんですよ、はい、うん、ないですって、はい、シーさん、あの本当に携帯刺されてました、うん、あこのコードは見たこと、あの見覚えあるんですけど、携帯なんかなかったようなみたいな、いや俺刺す、いやでも酔ってたけど、いや刺した、いや絶対刺してます、うん、みたいなことになって、でもこれどうしましょうってなったら、ついてとにかくお客さん全員出てもらって、整備士にこのシートをめくって中調べてもらうしかないって言うんですよ、そこには僕は立ち会いませんって言うんですよ、いやそうですか、だからどうしようもないです、まあ、とにかくお食事でもされますかとかで食事出されるんですけども、味全くしないですよ、気になるよ、携帯ないって、ほんでそっからサンフランシスコでトランジットなんですけど、サンフランシスコまで俺何回も探すけど全然ないんですよ、ほんでもう降りてくださいって俺飛行機降ろされて、ほんで CA さん親切に、もし出てこなかった場合はここに電話してくださいみたいな紙を渡されて、うん、
ここに電話するその電話がないんですよと思いながらも、ありがとうございます言いながら、でもあの入国審査イミグレーション並んでくださいって言われて、今整備士がやってますからとか言って、ほんと俺並んでたら、結構そんな時に限ってなんか結構スムーズにみんなこう入っていって、あと3人で俺もアメリカ入国なんですよ、携帯ないんですよ、これどうすんねんどうすんねんって肩叩かれて、パッて見たら黒人の整備士さんが俺の iPhone を出してくれたんですよ。俺初対面の人と初めてうわーハグしてサンキューサンキューって言ってよかったと思ってラスベガスなんとか行けて、ほんで試合中、俺ラスベガス2回目なんですけど、20年前ぐらいに友達と行ってるんですよ。その時にちょうど MGM の前にバーンってポスター貼ってあって、タイソン対ホリフィールドって言ったの、タイソンが耳かんだ試合の間もなくゴングみたいな時に行って、これ中で見る人ええなと思ってたんですよ。っていうその MGM 憧れの MGM に俺一人で入って、うわここかとか思ってたら、いろんなこうセレブリティの人たちが会場のモニターに映し出されるんですよ。いろいろ言ってたね、レオナルド・デカプリオだ、ロバート・デ・ニーロだ、ほんなホリフィールドってバーンって、おホリフィールドも来てんねやと思って、すげえなー思ってたら、こっちからタイソン歩いてきたんですよ。うわータイソンやー思って、ほんなみんながタイソンタイソンってぶわー寄っていくじゃないですか。ほんならタイソンバー歩きながら、全然知らんおっさん寄ってきた、そのおっさんが持ってるポップコーンめっちゃ食べるっていう。知らんおっさんポップコーン手数すごいね。左出るなみたいな。あいつだけですよ MGM で人の耳と人のポップコーン買うな。っていう旅で楽しかった。でもまあセレブがいろいろいましたけど、もちろん写真なんて撮れることもできず、でも唯一俺はこの旅でセレブとツーショットで写真撮ったんですよ。これがその行きのベロベロの成田空港で撮ったのが、その帽子の大きいマダムが、これがアパホテルの社長やったんですよ。どうしたか。俺 MGM のセレブとは取れませんでしたけど、APA のセレブと違う。これが一番の思い出です。これは、1週間ほど前の話なんですけど、あの今ちょっとドラマをやってまして、撮影場所がですね、千葉の結構奥の方なんですよ。それも朝早いっていうことで、前乗り前日にマネージャーと2人で車で向かったんですよ。着いたらまあ1時ぐらいやったんですけど、夜中の、まあ、腹も減ったなー言って、でもまあ何もないとこでまた1時なんで、どうする言ってたら、ポツンと1軒だけその都内とかにもよくあるそのチェーン店の居酒屋が、あの赤い看板の居酒屋が1軒だけあったんですよ。ほんでまあ田舎の方なんで、その居酒屋の前に駐車場があったりして、ああもうここ行こうかって、俺こんなとこあんまり来る方じゃないんで、久しぶりにええわーと思って、あ行こう行こうって車止めて、さあ水入ろうかなと思ったら、従業員出入り口からゴミ持った店員さんが出てきたんですよ。ほんでその奥の方にゴミ置き場があるんですけど、そこにその蓋を、ゴミ置き場の蓋パーって開けて、ドーン捨ててゴミを、ああ見てますよ。シーンってするのがもう響き渡ってるんですよ。まあよっぽどね、まあ、疲れてはるんでしょうね。まあまあこの仕事も大変だろうなと思って、ここで僕バーって入ったら、思いのほか明るくて、結構そんな時間なんですけど、若い人がバーっていてて、ほんで結構ああみたいな、ジュニアみたいになって、ほんでマネージャーが、ちょっとすいません個室ないですかって言ったら、奥にありますどうぞって案内されたんですよ。ほんで個室入ったら、掘りごたつでめっちゃ綺麗な、あこんなとこのそういうの個室ってすごい、こんなちゃんとしてんねやー思って、ほんで店員さんさ呼ぼうってピンポーンって押したら、お呼びでしょうかって膝ついて、こうやって両手で襖開けるんですけど、そいつなんですよ。ああどけどけ、絶対そんなやつちゃうもん、そんなやつちゃいますから。まあこの世界いますと、さあいろんなタイプのスターの方々がおられますよね、はい、その中でも僕衝撃を受けたのは、あれ2ヶ月ほど前ですけども、はい、笑っていいともの、春の祭典があったんですよ、はい、僕も出させてもらって、いろいろその月9チームとかいろんなドラマのチームで、我々あの笑っていいともチームでこういろいろゲームするわけですよ、ね、ほんならもうみんなもちろん真剣に一生懸命やるんですけど、
さあ優勝はって言ったら木村拓哉さん率いるチェンジ、チェンジ、ね、月9チームなんですよ。やっぱりすごいなと、やっぱここで優勝しやるわと思ってたら優勝しました。さあさらにこのゲームに成功したら賞金200万かなんかが乗っかりますと。そのゲームっていうのがあのテーブルクロスにワイングラスがいっぱい置いてて、これをワイングラス落とさず引いたら賞金200万ですと。それまでがものすごい盛り上がってて、あれ生放送ですね、もう残り10秒なんですよ。ほんでもスタッフ全員もうこうやって早くしなさい早くしなさい言って、ほんでも出てきてワイングラスうわ乗ってるテーブルクロス、もちろん木村拓哉さんがじゃあやりますと。で10秒前言ってるんですけど、木村拓哉さんも一切動かないんですよ。生放送10秒前ですよ。10、9、8、一切動かないです。もうスタッフ全員うわーってやってるんですよ。7、6、5、一切動かないですよ。どうすんねんどうすんねんって、4、3ってなった時に初めてバッてテーブルクロス持ってふわーってやったらワイングラス一切動かず大成功ですよ。3、2、1であのテーブルクロスバー投げて、テーブルクロスがうわー舞う中番組バーン終わったんですよ。かっこいい。すごいなと、そんなもん我々ならもう銃でもうわーってガッシャーンやったガッシャーンやからね、何よりもね。ほんでもテーブルクロスで最後吹いてるみたいな、それが3秒前まで一切動かず、3、2、1で待ってる中バーン終わったんですよ。すごいなー思ってて、昨日ですよ、昨日ね、僕あの NHK で携帯大喜利っていう生放送の番組を司会が今田耕司さんで審査委員長が板尾五次さんでやってるんですよ。ほんでさあ番組最後に、審査委員長の、板尾五次さん、ここであの視聴者の皆さんに、一言お願いしますって言って、それが生放送7秒前なんですよ。まさスタッフ言ったら板尾さん7、6、5、もう全くもう全くの無表情でカメラがずーっと寄ってくるんですよ。5、4、3、2、1言って番組終わったんですよ。別に何にも気にしてないからね、正直一言の謝りもなく。10月に今田さんと東条さんがやられてる番組が名古屋でリニューアルされて新しく始まると、はい、それが内容としては芸人とかタレントさんがまだ世に出ていない、若手とか後輩なんかを紹介するという番組なんですよ。それの一発目のゲストに僕呼んでいただいて、でスタッフさん来てもらって誰にしましょうっていうんで、僕はその後輩に中本ってやつがいるんですけど、通なっかの中本ってやつがもうめちゃくちゃ面白いと、でいろんなこのトラブルに巻き込まれたりいろんなことがこう巻き起こったりするんで、その中本っていうのを僕はその番組で紹介したいと。それ1時間も中本やったら中本を1時間行くんですよ。ほんで中本さんどんな話があるんですかみたいなことをこう聞かれたんで、その中本がパチンコに勝ったんでマッサージに行ったと。でマッサージで、まあ、狭いマッサージなんですけど、こうカーテンで仕切られたマッサージ、じゃあちょっとお待ちください言って待ってたら、向こうカーテンの向こうから「てめえ怒りにしなくなろう!」って言って、おっちゃんの怒号が聞こえたと。今度は施術してたそのマッサージ師のおばちゃんが「すいませんすいません、私 の, あのマッサージに何か不手際はございましたでしょうか。いや俺はよこの界隈のマッサージあっちこっち行ってるけど、あんた腕はピカイチだよ。では何でしょう、あんたさ
汗かきすぎなんだよ。あんたおっさるとかおっさるとかビラビラじゃねえのこの野郎って聞こえるんですか。なんやこれめっちゃおもろいやんって中本笑い声あの笑いこらえながらビチョビチョじゃねえかてめえこの野郎これ見てみろよお前こんな濡らしてよお前マッサージ師だったらよ汗を抑えるツボとかあんだろそれ押せよもう押してるんですじゃあ聞いてねえじゃねえかよそれもう腕噛みながら笑うとあかんなんなんだよてめえこの野郎おばあちゃんが泣き出して本当すいません本当すいませんでしたって聞こえたほんならあまあ言い過ぎたと思ったでしょうねこれで拭きなよいや涙だよってカーテンの向こうでそうおばちゃん汗拭いたらしいですよおっちゃんが出したタオルなのかハンカチなのかでいや涙だよいや汗拭いてるよおばちゃんってもうグラー噛みながら笑いこらえたと、もういいよお前もう帰れよこの野郎とか言っておもろいなぁ思ってしばらくしたらお待たせしましたってさって開いて入ってきたのが面パンパンのおばちゃんやってあんたかーいって思わず仲本が言ってもうたら全員我慢してたんでしょうねマッサージ中ドガー受けたって言うんですよあんたかーいで芸人人生で一番受けたみたいなそんな話をいっぱい持ってるやつなんですって言ったいいですねって言ってその番組に挑んだ、うん、で俺がいやこれ長本ってやつがいて、うん、あそうなんそんなおもろいんやそうなんですでじゃあ長本ですって登場したほんでもういい空気なあ長本なあのマッサージ行った時もないやそうなんですよマッサージ行ったらおっちゃんの声聞こえて、汗かきすぎなんだよって言ってすいませんすいませんって言っていや、うん、これで拭きなよいや涙だよって言ってそのおばちゃんが泣いたっていうくだり全く丸々言わずに話進めてもうたもんやから今田さんも東野さんもどういうこと涙だよってない何や涙だよってもうツルンツルンに滑ったんですよその話が、うん、おもろいのに、おもろいのに、ほんで収録終わってもつ焼き屋この字のカウンターも煙もくもくの熱い店で、うん、で長本が俺本当今日はもうやってしまいましたみたいな、うん、なんで俺15年もやっててこんなことになるんですか、うん、俺本当せっかく柔和さんにこうやってああってまた泣き出したんですよそこでちょっと俺いやもう大丈夫やそんなとおもろいなっていや俺ほっと15年もやってて子供も嫁もいて俺情けないっすよってうわー泣き出したんですよ、はいはいはい、この字のカウンター若い人いっぱいいる、うん、俺が後輩いじめてなんか泣かしてるみたいに見えるここはちょっと笑いでドカーンと盛り上げなお前そうや思てあっついお店、うん、おしぼりあったからこれで拭きなよって言った中本が言うて涙拭くんですよ、うん、いやそこは汗を拭いて、うん、いや涙だよドカーンってやらせて普通に説教始まる怒る気なかったいやあのねいやもうこれもなんてないね、はい、なんてない話ですけど、はい、まあ短い話ですけど、はいはい、もうねそのまあうち仕事するとね、はい、その残念な兄がいるわけですよ、はいはい、ねほんでそのねもう皆さんは、はい、面白いなみたいな感じでこう、ねはい、言うてくれますけれども、はい、もうずっと一緒ですから、はい、もうね笑えないんですよ、はい、もう腹立つんですよ、はい、でだいぶ前ですけどなんかねアイドル雑誌があってアイドル雑誌のもう後ろの方で女の子の悩み相談みたいな、コーナーがを連載してたんですよ、はいはい、そのアイドル雑誌の後ろの方でね、うんうん、ほんでなんかこんな悩みがあるんですけどどうしたらいいですかみたいなねこう我々が答えるみたいなほんそれの取材の日やったんですよ、はい、ほんで行ってほんで、まだ担当の人が来てはらなくて、はい、ほんでバーって担当の人が来はってでまあその来はる前にそこの連載してる時のアイドル雑誌がこう置いてあるってそれをこう政治が見てたんですよね、はい、ほな担当の人がバーって来はってああの政治さん今回すごい写真写りいいですよってほうちょっとした写真も載ってるんで、うん、ねそのページに、はいはい、今回すごいお兄さん写真写りいいですよって言われたら政治が俺はもうはっきり見てんけど、はい、なんでか知らんけど、はい、一瞬だけファって表紙見よってん
お前がアイドル雑誌の表紙をなんで飾ってると思ってんの。残念ですね、センさん。またそれはどうもとこいつくんですよ。あ、ほんまみたいなもの。大阪の町をね、まだあの大阪でやってる頃に夜中、はい、歩いてたんですよね。ほんなら、まあどう見てもあこの人怖い人やなっていう人が結構もうベロベロなんですよ、はいね、でバーフラフラフラって来て、うん、おおお前ジャルグなのお前弟やんけさって、あはい言って、まあ行こうもたろ、まあ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 待て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 、おい何しようねん、いやあのもう帰るんです、んなこと言うなお前、あちょっとあの兄貴に紹介したいから、ちょ来い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 、いやいやいいですいいです、じゃあええから来い言うてんねん、グワー捕まる、ベロベロなんですよ、はい、いやあの本当だから行ったら来いよお前、ガーッ連れていかれて、はい、焼肉屋さんに、はい、ね、でガーッ連れていかれて、もう奥の方にまあまあそういうまあ偉い人でしょうね、はい、人が明らかに俺より若い女性、はい、5、6人こう横に座らせて、はい、こう肉食うって酒飲んであるんですよ、はい、ね、で、おーちょお前座るここってバーン、あの兄貴言って、はい、あこいつあの吉本の千春兄弟の弟ですねとか言って、はい、ほんならそのね、はい、偉い人は知らん言いながらさあ知りやらへんよ言うたら、その黙ってたらええのに一緒に座ってるそのホステスが、はいはい、あいつも見てんでみたいな、はい、頑張ってんなーとか、はい、明らかに俺より年下ですよ、はいはい、頑張ってんなーとか言われて、でお前あの連れてきた人がじゃあお前ええから飲め飲めって言って、いやあのいいですいいです、はい、俺の酒が飲まれんのかおらー言って、頭髪の毛わしづかみで壁にガーン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 やられて、もう周りもあいとき冷たいな、誰一人その助けようともしてくれはらへんし、ガーンガーンやられて、いただきますいただきますってほい飲んで、じゃあお前あのうちの兄貴にサインせって言われて、いやいやサイン言ったって知り合わへんから、うん、俺のこと、はい、一切その価値があれへん、そうですね、知らないですもんね、はい、あい言ってその人のまだその若手の人を知り合うのかい言ってはい言ってもういかんでーって思いながらバー言って、ほんでその間ちょお前飲め言ってグワー飲まされて、じゃあ飲めや、いやもう本当もういいですから、だから飲め言ってんねーって脇腹ドーンって言ったら、言ったらあのサイン色紙来て、はい、ガー書いて、はい、ほんで何て書いたいんですか、会長さんへって書け、はい、言ってはい言って会長さんへって書いてで渡して、ほんであのもう失礼します、はい、もう帰んのかいってなって、すいません言ってバーって思って出たんですよ、はい、出たらそのサイン色紙を買いに行ってた人が、はい、一番下の人が、はい、出るや否や、はい、すいませんでしたって言って道頓堀の真ん中で土下座しだして、うちの兄貴は本当にあの酔うたらあんな風になるんです本当申し訳ございませんでしたって言って、はい、バーって30万ぐらい、すいませんでしたこれ持って帰ってくださいってなってる、ほんで俺いや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 ってなってるけど、バーって見たら周りは全員俺のこと知ってますよね、明らかにチンピラから30万を巻き上げてる、すごいぞすごいぞ、お気持ち皆さん、いや言って、ほんでそっからね5年ぐらい経ったんですよ、ほんでねあのダウンタウンデラックス、はい、ダウンタウンさんがやってある番組出てて、はい、当時ねあの視聴者が見たっていうコーナーがあったんですよ、ほんならね、はい、道頓堀でチンピラ風の男からお金を巻き上げている千原ジュニアを見ました、ダッダダ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 誰がやねん、兄がいるんですけども、はいね、はい、彼は本当にですね、人の心にズケズケ入っていくというか、もう本当にデリカシーがなかったり、うん、でもその頭もね、うん、かなり悪い方なんですよ、うん、まあ、彼が僕はまあ一緒に仕事でベトナムにね行ったんですよ、はいはい、ほんでまあ長1日あの休みがあって、うん、あ天気もええしちょっと外出ようかなと思って出たら、うん、あベトナムっていうのは、うん、そのバイクの後ろに、うん、
日本人とかその観光客を乗せて、こう街をこう見るというね、そういうのがあるんですよ。ほんで日本人が泊まってるホテルの前にはもういっぱいバイクにまたがったおっちゃんたちが待ってはるんですよ。ほんで片言でお兄さん乗るみたいなことをね言い張るんで、僕はいいですって言うてパッて見たら、セイジが後ろにベトナム人のおっさん乗せて走ってたんですよ。ホーチミンをぐるぐるぐる回ってたんですよ。なんでよ。いや俺倍出すから俺に運転させろ。なんで乗りたいねん。まあ、タクシーになりまして、仕事でうちの会社吉本興業がありますところまで行かなあかんと、僕寝坊してしまってもう時間がえらいないんですよ、でやばいなと思ってタクシー乗ったんですけど、えらい混んでて、で運転手さん、これ5時にうちの会社まで行きたいんで、千日前まで行きたいんですけど5時間に合いますか、いやこれ混んでるからなどやろな言って、ものすごい親身になってくれはって、あ兄ちゃん芸人さんやな、いやどやろな、千日前通り次第やなと、もうすぐこれまっすぐ行って右曲がった千日前通りなんですけど、これここ混んでるけども、抹茶町筋は千日前通りが空いてたまにはと思うねんけど、やろうなどやろうなって、えらい親身になってくれって、ありがとうございます、まあ急ぐわな兄ちゃん、それな遅れたらあかん言って、で行ってくれやって、でやろうな言って千日前通りパッと入ったんですよ。めっちゃ空いてたんですよ。その瞬間におっちゃんがやったぜベイビーって言って、あれそれお前絶対言うわ。僕の知る限りやっぱベストワンナンバーワンは板尾創路さん、これはすごいなと思ったのは、映画で共演することになりました、板尾さんと、ほんでね、富士山の麓にあるもう本当田舎の3階建ての旅館みたいな、そこに3階に僕と板尾さん泊まってたんですよ。でまあいつもその映画の撮影が遅いので現場でご飯食べるんですけど、その日だけたまたまちょっと早めに終わって、斜め前に一軒だけ居酒屋があるんですよ。ほんで、ジュニア、斜め前のあっこ行こうか、言って、あ、ほんまですか、あ、お願いします、言って、ほら、鍵をどうすると、これを撮影の時はもう絶対フロントに預けて撮影行くんですけど、斜め前やしな、これどうする、言ってたんですよ。ほんでもう兄さん、斜め前なんで、もう預けんと持って行ったらええんちゃいますか、そやな、言って、ほんで、預けずに行ったんですよ。で居酒屋でご飯食べて、で板尾さんにごちそうしていただいて、ごちそうしたー言って、ほんで帰ってきたんですよ。帰ってきて、板尾さんポケットから鍵出して、フロントにドン置いて帰っていったんですよ。出ないの。もうほんまにな。一個かみ違ってる。ほら2階の踊り場で、あ、ちゃうわ。言ってた。めっちゃ言うて走らんと、あ、ちゃうわ。コンパで一回ボロクソに言うてた女と後日手つないで歩いてた。そうですよね。あのですね、我々その吉本興業ね、いろんな芸人さんいますけども、僕はね、過去こんなにそのピュアな芸人を見たことがないというかね、サバンナの八木くんっていう子がいるんですけど、本当にもうピュアで、まあいろいろ天然とかいう芸人さんいますけど、僕はもう自然やった。山とか川風ヤギ、自然界のもの、自然なんですよ、ピュアすぎるんですよ。まあ京都の田舎で育って、ほんで18歳で初めて大阪に出てきて芸人になった時に、僕とですね、ケンの小林と、ほんでその18区の八木君と3人で大阪の南という町をこう歩いてたんですよ。ほんなら八木君、その路上で生活しておられる方を生まれて初めて見たんですよ。でまあいろんなとこ寝てはるじゃないですか、ってなって、ピュアやからね、この「いや何してはるんですか？」って僕と小林に聞くんで、俺と小林が「ここはちょっと行っちゃ」ということで「いや死んではんねん」と「ってなって、はい、そんなことも忘れてたんですよ、はい、ほんで当時ありました劇場2丁目劇場の楽屋で俺と小林がこう喋ってたら、ドーン入ってきて、ヤギが「嘘つかないでくださいよ！」って、何のことか分からへんから「言ったら、その発言を信じて、僕ずっとあれ以来そういう人を見かけたら拝んでたんですよ。こんな何を拝んだねって言って、それは怒られるわね、怒られると縁起でもないと。そりゃそうですよ。こんなね、
な八木君が、ボンボンやねんな、そうなんですよ、ボンボンなんですよ、すごいらしい、でもいい子いい子って育てられたんで、そういうすごい、まあ、ピュアで、ちょっと前ですけど夕方にね、あの金八先生の再放送やってたんですよ、それをみんなこう芸人で見てたんですよ、ね、ほんなもなんか知らんけど、もう八木がうーん言うてるんですよ、鼻息がもう尋常じゃない荒さなんですよ、ほんそのドラマでやってた内容が、その金八先生のあの息子さんが白血病かなんかで、輸血せなあかんと、でもその息子さんの血液型が RH マイナスで、はい、血がないと言うてるシーンやったんですよ、ほんで八木が言い出して僕ね RH マイナスなんですよやばいぞやばいぞと思ったらまだ間に合いますかねってほい芸人全員が八木なるよ。何言ったの？って言うたら八木が、あそうか。先生、再放送や。ドラマや。ドラマや。すごいな。ピュアやな。真面目やな。こう初めての体験。まあいろいろあるじゃないですか、いろんな初体験が、俺ちっちゃい時にあ今嘘つかれてるっていう、あ俺今嘘つかれてるなって思った、初めて思った時があるんですよ、それ鮮明に覚えてるんですけど、小学2年の時に俺そろばん塾行ってて、ほんでそろばん塾行くと4年生の女のだ、まあ、言ったらお姉さんがこうプリント配ったりいろいろやってちょっと世話を焼いてくれる人がいて、そろばん塾出たらそのお姉さんに俺小学2年生の時ラブレターをもらったんですよ、本当と思って俺もドキドキしながらそれ一人でこっそり呼んで、ほんそのそろばん塾のそのカバンの奥の方しまって家帰ってでご飯食べてお風呂入ってほんでさあ寝ようって。でおかんと一緒にこう寝るときに、僕今日あのラブレターもらったって言った、なおかんがえっつって、それ今どこにあるの、って言ったんで、俺はなんかこう恥ずかしいみたいなこともあって、もう捨てた、捨てたっつったら、え何してんのって言って、おかんが俺の肩バッて持って。ラブレターっていうのはこれからももらったら絶対にお母さんに見せなあかんもんなんやでこの距離で俺絶対嘘や絶対そんなわけないめっちゃ嘘やな俺今嘘つかれてる薄暗い部屋でもうめっちゃ怖かったんですよそれすっごい覚えてる、その同時期に初めて虫巣が走った日っていうのも俺覚えてて、後々あれ何が走ったんや、あれ虫巣虫巣やったんや、あれ走ったやつっていうね、初めて虫巣が走った日を俺またそれも鮮明に覚えてて、同じ時期に聖司と二人でこう寝てたんです、ほんなら聖司はすごいガンダムが好きで、その時すごい流行ってたんです、で俺はそこまでガンダム好きじゃないんだけど、聖司越しにちょいちょいまあ見てて、何個かまあガンダムも知ってるぐらいの軽く知ってる感じで寝てたら、聖司が突然ズゴックの爪なんぼやんって言うてきたんです、俺小2聖司小6、なんかズゴックってこういうロボットがいるんですよ、はい、ズゴックの爪なんぼやんって言ってきたんです、はい、で俺はえ何言うてんのやろと思いながら3本って言ったんです、なら聖司がえズゴック3本かって言うからズゴックの爪3本あれ俺はなズゴックの爪4本やと思うけどなお前何本やもうねって言うから、え、なんやこれ思いながら、あのズゴックの爪は3本って言ったら聖司がそや自分が間違ってないと思ったら絶対に負けるな。何これ？何やこれ？何やこれ？なんか走ってる、走ってる、走ってる。それ、これ虫ずやつ。虫ずか。
今走りますね。まあちょっとこじゃれた、はい、まあ喫茶店というよりはカフェという感じのところで、はいはいはい、放送作家の松本君っていうね、松本ってまあ我々吉本入ってしばらくしてからもずっと一緒に、はいはい、ライブやったり、まあ、番組やったりしてる放送作家の松本君、松本と二人でお茶飲んでたんですよ、はい、隣にね、なんかちょっとキャリアウーマン的な女性が一人でお茶飲んでありましたよ。そこでこう喋ってて、はい、まあ、もう15、6年の付き合いですから松本とは、はい、ほんで松本に、あの、山路の話聞いたって言うたんですよ。うん、この山路っていうのは、もともとの我々の元マネージャーなんですよ。うん、俺はその松本も知ってる、はいはい、共通の、まあ、知ってるマネージャー、山路、はい。今は違うんですけど、その山路の話聞いた、え、聞いてないです。つって、どうしたんですか言って。ほんでその山路が、もう、マネージャー離れても何年も経つんですけど、ジュナさんちょっとお願いがあるんですけど、はい、今度あの、子供が、生まれることになりまして、はい、ほんであの男の子やって分かってるんですと、はい、そこでそのまあジュナさんでそのまあ大喜利をやったり、うん、そのなんか物に名前つけたりするのが好きじゃないですかと、はい、名前をちょっとつけてもらえませんかって言うてきたんですよ、はい、山路が、はい、でそれのそんなん、ね、言いながらも、ね、まあそう言うてくれんやったらちょっと考えるわって言って、はい、で山路ですからね、山に地面の字で山路なんですよ、はいはい、僕はね空海どうやと、あ、山と地と、山と地と空と海全部ひっくるめるみたいな意味もあって大きい子になるみたいなことで空海どうや、はいはい、山路空海どうって言ったら、いいですねー言って山路が、うん、うわめっちゃいいですよ言ってちょっとあの自覚を調べますって、はい、家帰って奥さんと調べたらしいんですよ、はいはい、ほんならその自覚もめっちゃええと、これはええのモーターよし空海にしようってなってたら、その奥さんのご両親が、はい、いやちょっとなんぼなんでも赤ちゃんに空海はちょっと行業しすぎると、ね、大風呂敷広げすぎやろそれ言って、うん、それは名前負けするって言ってそれはもう絶対やめといた方がええって言うんでえらい反対されて、はい、で結局心が太い子になってほしいっていう意味で新太、心が太いで新太っていう名前をつけました、はい、ですいませんでした、なんかせっかくつけてもうたのにって言われたから、いやいや全然全然ええけど、うん、山ちゃんあのな心が太いって書いてそれところてんって読むねんそうですね、ところてんって読むんですよ、はい、ね、結構ポピュラーな、みんな結構知ってるぐらいの、そうですね、よく問題出そうな、よく問題に出る、はいはい、ね、それお前ところてんやでと山路がうえーっつって下田ー言ってもう名前出してるから山路ところてんって自分の息子につけたんですよ、はいはいはい、ただのたけし軍団ですよイベラッキョさんですよ山路ところてんっていうね話を松本としてたんですよ、はい、うわ山路アホやところてん自分の息子に言ってたら、その隣でお茶飲んであった、はい、そのね女性が、はい、ブワーってコーヒー抜き出して、はい、すいませんすいません言って、はい、あの全部話聞こえちゃってて、はい、でもところてんはダメだかわいそうに先輩でですね、文珍師匠の一番弟子で楽珍師匠っていう方がおられるんですよ、はい、最近よくあのルミネなんかにも出られて、はい、すごい優しい師匠なんですけども、その楽珍師匠っていうのはあのなんていうんですか、ちょっと変わった癖がありまして、はい、あの性癖が若干ね若干変わられてるんですよ。いやもうそれはもう趣味の範囲ですから。仕方がないじゃないですか。それはもう、はい、誰が何を言うこともございません、はい、ね。にお人形さんが好きなの。大人のお人形がもう大好きなんですよ。ああ女性が大好きなんですよお人形の、ね、ものすごい好きなんです。名前をつけてあるんです。トキエっていう。もうトキエを楽珍師匠はもう愛してあるんです。で、トキエ、トキエさんをね、はい、愛してあるんですよ。はい、で、こういうあのなんていうんでしょう、性ってこう先細っていくじゃないですか。うん、だからこれだけじゃもう満足できないということで、うん、その楽珍師匠一番、はい、一番こう興奮するのは昼間のベランダなんです。
えっとその時江さんと昼間のベランダで愛し合うのがもうたまらないです。時江さんって人形ですよね。人形です。時江さん人形です。もうね、もう昼間の昼間のベランダで時江さんともうすっごい愛し合ってたんですって。もうすっごい楽天師匠の愛がすごすぎて愛すばかりにトーン時江がね、愛しすぎたばっかりにトーン昼間ですよ、パッと見人間ですよ。下公園でお母さんが子供と一緒に遊んでます。いやー言って子供の目隠して、いやー言ってもちろんぐしゃーってなると思ってるから、いやー言ってたらそんそそそそえ、なんでってなってパッて見たら上から楽天賞がトキエそう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 ってなってトキエさんがあの時計さんが そう無事やった、無事やった、まあ、でも時計さん無事やったんです。無事やったよかったです。今も仲良く、今もすごく仲良くされてるうん、今年の9月のもう末ぐらいでしたね、うん、まあもうぼちぼち寒くもなるんで、うん、まあ、ツーリングにね、ああ行こうということで、あ、そうか、バイクまだ乗り出してバイク最近まだちょっと乗ってるんで、じゃあちょっとツーリング行こうかって言って、はい、後輩でバイク乗ってる子なんか声かけて、熱海に一泊で行こう行こうって、ね、ほんでまあ、 後輩2人で3人で行こうか、もう1人ぐらい誰かおらんかなとか言ってたら、スピードワゴンの井戸田君が、うん、でもバイク乗るんですよ、うん、もうほんで空いてるって言うんで来るって言うんですけど、我々は後輩なんかは日本のその旧車なんですね、バイクが、うん、で井戸田君はそのちょっと前に、アメトークのバイク芸人っていうので見たオンエアされたんですけど、もうね、ゴリゴリのラメ入りの紫色のファイヤーパターンのチョッパーのハーレーなんですよ。ほんでね、これがね、なんかね、いろんな人のもちろんセンスがありますから、うん、それはもう好き好きですけど、うん、やっぱりね、ってちょっとね、うん、思って、そのアメトークでもこうだいぶいじらしてもうたんですよ、うん、なんかね、こう、本当に、カイヤさんが乗ってそうなアメリカ過ぎるやつ、もしくはポールダンスのお店のステージ上にセットとして置かれてるようなみたいなバイクなんですよ。ほんでそれで熱海まで走るんですけど、もう車乗ってるファミリーカーの中とかがそれ見つけてアメトーク見てあったんでしょうね。もう車内がもう爆笑ですよその井戸田君のバイクを見てうわーとか、ほんで他のバイク乗りももうクーなりながら横通り過ぎていったり、ほんでサービスエリア着く、トイレ行く、戻ってきたら井戸田君のバイクをバイカーたちがもう爆笑しながら写真撮ってる爆笑しながらそんなにむちゃくちゃウケるんですよ。ほんでそれでもそんな中でも一人二人、井戸田さんこのバイクかっこいいっすねっていう人もいるんですよみたいなことで面白いななんて言いながら熱海着いた、ほら旅館あって道路さんでもう真向かい海なんですよ、でもオーシャンがとこやんか言って、体も冷えたし温泉入ろうと温泉入って楽しいな、ご飯食べて美味しいな、部屋でわー夜中騒いでた、ほんなら楽しい、僕井戸田君とねお酒飲んだこともない初めてが旅行一泊の旅行やったんですよ。ほんならそんな井戸田君がいきなり携帯見出したら、うわーって泣き出したんですよ。俺初めてやし、怖い、井戸田君泣き出したんだよ。ほんならちょっとトイレ行ってきますって言ってトイレ入って長い時間帰ってけえん、泣いてたよな、さっき井戸田君泣いてたよなって耳を澄ましたらって話続きですよ、便所の中で。ほんで、何、怖い思ったら、バーって出てきたら、もう号泣してるんですよ、伊藤君が。ほんで、いや、ちょっと、伊藤君、どうしたって言ったら、
実は今まさにその元奥様からメールが来て、いついつ再婚することになりましたと。ほんで発表はいついつです、うん、で今後はそのお互いこの代理人なのかその弁護人なのかを介してあの話しましょうみたいなメールがたまたま俺が初めて遊んだその日の夜に来たんですよ。だ世間の発表よりだいぶ前にもうブワー泣いてるんですよ。だもちろん離婚もされてます、うん、分かってるんですけど、もちろんお子さんも言ってるし、どっかでは言うてもつながってるやろというこのつながりがこのメールによってこう切られた瞬間やったんですね。ふわー泣いてんすよ、楽しい温泉旅行ちょっとみんなで海でも行くみたいな感じになって、まあまあ、男4人で夜中の1時、9月の末、砂浜で、うわ星綺麗だ、うわ月も満月やでー言って、ほんまですねってパッて見たら、もう糸田君もこんなんですよ一番下の後輩が気ぃ使って、俺ちょっと海入りますわ、やめとけやめとけさ、いや俺こんなん行けますよってわー脱いで、海ざーばー入って、うわ冷たい冷たいって、うわーとか言って、何してんねんとかで、糸田君がバーッと連絡来て、俺もちょっと海入ってきますいやいやいや、それ受水やねん、受水やねん、うわー入ってた、あかんかんかんと、俺らも二人脱いで、うわー入って、うわ冷たー楽しいなーとか言ってんだけど、もう糸田くんもこんなのもうこんなずっと何やいつ、めちゃくちゃしょっぱかったと思う、あの海しょっぱーいやったと思う、ほんでまあなそうは言うても、で帰りまたバイクで楽しい旅行やったやんか言って、で帰ってほんなまたいろんな人にこうバイク笑われながらもこう着いて、最後のパーキング海老名で、ほんな着いたらもうバイカーたちにまた写真撮られたりしながら、プププププッて笑われながら、俺らこうやってラーメン食べてたんです。ほんならそこに一人のこうバイク乗りの人が来られて、アメトーク見ました、僕糸田さんのあのバイク見てかっこいいなと思って、俺あれからファンなんです、うん、頑張ってくださいって言って握手して帰っていく、その人の後ろ姿を見ながら糸田君が名言を一言、ジュニアさん俺のバイクかっこいいっていう人全員超ダサくないですか富士テレビでやってるこのソモさんセッパっていうね、クイズ番組謎謎を解くね、ソモさん言われて、でセッパーっつってこう答えが分かったら、こう液晶パネルにタッチペンでこう答え書いて、セッパーセッパーなら正解ならセッパー、これ間違ってたらタウアッケうん、言われる、うん、はい、っていうのが今やってるんですけど、今の枠じゃなくてもっと深い時にやってた時に俺呼ばれて、今より少人数で6人ぐらいでこうやるんですけど、でやってたら経済評論家の勝間和代さんが、はいはいはい、あの人ね、っていう方がね出てはったんですよ、ね、ほんですっごいこう仕事をこう一生懸命こう真面目でしょうし、頭もねそれはもちろんすごいでしょうから、もう一生懸命その謎謎に取り組みはるんです。でまあある問題が出て全然分かんなかったです誰も、勝間さんが「あ私分かった!」っつって書こうとしたら、なんか不具合で「ちょっとこれ書けないんだけど、ちょっとこれ書けないんだけど」って、まあたまにあるね、たまにあるじゃないですか、あのね液晶画面に書けないって、まあスタッフさん入ってきやってパワーってやったら、まあ2、3分ですみません治りましたっていうのがまあごくごく普通じゃないですか、ちょっと書けないんだけどってスタッフさんすみませんって入ってきてお嬢ちょやってるんですけど、5分ぐらいやっても治んないんですよ。でこれどうやらこれをこれごと倉庫にやるのと入れ替えやな、ちょっと2、30分
止めますと、うん、すいません皆さん演者の皆さんたまりで前室でお待ちください言って待ってたんです、うん、まあそれぞれタレント同士とかマネージャーさんとこう喋ったりしながら、でも問題はなんとなくこう頭の中にあるんですよ、ほんなら30分もあればもう、あ、わかった、あ、わかった、わかった、わかった、みんながなるんですよ、そりゃそうだ、ね、ほんで、あ、すいません、お待たせしました、治りましたんで、もう一度スタジオの方にって入った、うん、ほんなら演出の方が、すいません、多分もう30分もあったんで、うん、さっきのもね、皆さんもうお分かりになられたと思うんで、うん、違う新しい問題に変えていいですか、うん、って、もちろんお願いしますって言ったら、そのカズナさんが絶対に嫌だから。わかりました、私は分かったから、最初に分かりました、すごいこう真面目な方やね、分かりあったからね、私は分かったんだから、これはこの問題をやらないと、私それは納得できないってなったんですよ、ほんで、あ、すごいこう、仕事に真摯に取り組む勝たないなと思って、この演出の方が、いや、でも皆さん多分分かって、こう、書くのの早いもん勝ちみたいになるんで、変えた方が、いや、私はこの問題分かったんだから、うん、分かったっていうことを やらないと、それは納得できないってなったんで、その演出の方が、じゃあ、同じ問題のままやらせてもらっていいですかって、もうここは、あ、分かりましたって言って、じゃあ、本番、行きます、3、2、1、問題出て、はい、出て、あっ、肩が書いて、もうね、スーパー言ったら、うん、タオウキいろいろ松本さんがお世話になってまして、はい、ある時ですね、うん、木村さんとキム兄と松本さんと3人でちょっと温泉行こうか言って、はい、要は温泉旅館に泊まらせてもらうんですけど、はい、じゃあ今回ホテル行ってみひんか言って、はい、ね、温泉のついたホテルに3人で行ったんですよ、はい、でまあまあ楽しいな言って朝起きて朝ごはん食べに行こう3人とも浴衣で、ね、はい、食堂みたいなとこ行ったんですよ、結構離れてるんですけど、はい、で行ったらさあ入ろう思ったら、あ、お客様すいません部屋に一旦帰っていただいて、うん、私服に着替えていただかないと浴衣のままでは入れませんって言われたんですよ、まあ、もちろん僕が一番後輩ですから、これはもう僕がパパッとさばかんたかんな思って、うん、いやいやちょっと待ってくださいよと、うん、なんで浴衣やったらあかんのですかって聞いたら、いや他のお客様に迷惑になりますんで、うん、いやね、浴衣で朝ごはん食べてて誰のご迷惑になりますと、うん、誰の気分を害します、うん、って言うてたら、うん、キム兄が、はい、おらおら言うて俺の前で、はい、その人店員に、はいはい、お前じゃもう話にならんのじゃ支配人呼べこらほんなら支配人来はって、うん、すいませんどうされましたか、あ、浴衣で飯食うたらあかんよ、どんねんどれすんねん言うたら支配人が、すいません、お部屋に戻られて私服に着替えていただいて、来てください、なんでじゃこら言うて、聞いてないと、そんなことは聞いてない、うん、言うたら支配人が、大変申し訳ございません、どれすんねん、いや部屋に戻って私服に着替え、なんでやねんこらー言って、いや他のお客様もよく言われるんですが、ほんな改善せやーなんてどないすんねん、すいません部屋で私服に着替えていただいて、なんでやねん言うてる間、ずっと支配人の耳元で松本さんが、俺の私服浴衣やったらどうすんねん、俺の私服浴衣やったらどうすんねん、偉いもんですよ、支配人が浴衣のままどうぞあれほんま結局浴衣のまだ食べたもんな、食べました、いろんな世の中いろんな事故がね、うん、あるじゃないですか、うん、そうあるでしょうね、いろんな事故があって、でも事故には会いたくないなというね、うん、ことを思うんですよ、うん、ね、でいろんな事故があって、うん、例えば人と会話してても事故ることがあるじゃないですか、うん、はい、なんで今それ言うてもうてみたいな、うん、ね、こう偶然のね、うん、アクシデント、うん、こうダジャレ事故とか ね、 ありますね、ダジャレ事故が、ね、あって、例えばダジャレ事故、ね、そんなつもりないんですけど馬肉食べてうまーとか、あー事故ってるなーってこうね、うん、思うんです、うん、で後輩なんかもよくね、あ、兄さんタバコすいません、はいはいはい、すいませんやんっていうね、まあ、事故ってあるなと、でも それをそうは言いません、僕はただただ気になるだけで、ね、あ、今事故にあったなとか、
もう自分が正面衝突したことがもう忘れられないです、うん、で、うん、気をつけてるつもりなのに、うん、これはね松本さんも一緒にいたんと思うんですけど、まあ、ある、まあ、テレビ関係者でもう辞めはった人が、うん、当時こう喋ってて、その人が最近ちょっとこの男性としての元気がないんやと、うん、あら、ね、ほんでまあそういうところで、こう処方していただいて、はい、そのお薬を飲んで元気にしてるんやみたいな話になって、普通の元気のない人たちはまああんなも半錠やと、うん、はい、ね、一錠半分割ってで元気が出るのに、これはもうジュニア2錠飲まな、うん、もうあかんねんって言われた時に、うん、それは立ち悪いっすねって言うてもうこれがねわざとならポイントですけども、うんうん、偶然の場合はこれ事故です、うん、もう顔真っ赤っかです俺、うん、なんでここでそれ言うのみたいな、うんうん、ね、うん、でまあいろんな人も事故られて、あ事故ってあるな、あ、うん、俺松本さんが今ちょっとこすったなっていうのを覚えてます、うん、温泉行って、はい、近所の酒屋で、うん、高い日本酒買って飲んで、うん、美味しいなジュニア、おんますがうまいなうまいな、こんなもん言って松本さんが、うん、こんなうまい日本酒うちの親父一生飲まれへんやろなって、うん、そこで一生はちょっとこすったなあでもそれ言われへんし、はい、今こすりましたねとは言われへんし、はい、みたいなことがこうある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 っていうダジャレ事故ある。だから一方で、うん、T シャツ事故っていうのがありまして、ほう、まあ、簡単に言うと例えばなんで今日それ着てきたんっていうね、ディズニーランド、うん、キティちゃんの T シャツで、うん、もうネズミ逃げ惑うでみたいなことがね、うん、あって、後輩と毎年沖縄行くんですけど、うん、ほんなんなんでそれやねんみたいな、後輩が、うんうん、グアムって書いてある当てつけかと来年こそはかたまたまなんやろうけどな、ね、昔あの、まあ、賭博で捕まり合った野球選手の方が家の前でインタビュー受けるみたいな時にトランプの柄なんですよなんでそれ来たインタビューあんのにもうね、自分もあります、うん、最大の T シャツ事故があって、それこそ十数年前にヒロミさんが司会やってはったんですよ、特番かなんかで、ほんでね、我々あのベトナムでロケやって、それを中継でつなぐみたいなのがあったんですよ、で、あの東京のスタジオはヒロミさんがいてはって、福留さんとヒロミさんがやってはって、ほんでその時にベトナム初めて行って、なんだかんだで向こう安いんで T シャツをねバッと買ってきて、でね、一時俺着てたんですよ、赤で黄色い星のベトナムの国旗の T シャツなんですよ、それ来て歩いてて、家の近所にベトナム料理屋見つけて、あ、俺美味しいから、うん、あベトナム料理好きなんで行こうって入ったんですよ、うん、入ったら、店員のユニフォーム全員その T シャツ、ベトナムのベトナムの国旗のってなって、もう俺入ってもうてるから、うんうん、座ってるし、ほんで出てくる店員、出てくる店員クッって厨房からコック出てきてクッってほんでまあもう帰られへんから頼んで食べてるんですけど、これただのまかない食べてるあれだよこんなどえらい T シャツ事故あんのかそっからこうやっぱ僕はあの無地の T シャツに被らないようになんとかこうしていくようになるんですけど、そんなまあいろんな事故があるなと思う中、うん、この間、うん、初めての事故を目撃しまして、リズム事故、うん、リズム、うん、完全なるリズム事故、うん、シャレッシャレの居酒屋さん行って個室の何人かで行きました、で見てったら、あこれとこれとお願いしますとか、店員さんにかしこまりましたとか、サザエのつぼ焼きがと、はい、あ俺好きなんで、あサザエのつぼ焼きありますか、うん、はいございます、あ、人数分ありますかね、あご用意できます、あじゃあお願いしますって言って、ほんでまあ来て頼んだなんだしてたら、店員さんが来て、そんなつもり全くないんですけど、はっきりとサザエでございますサザエでございますって言った瞬間、自分の声が耳入ったんでしょうね、顔真っ赤っあのうちの残念な兄と大阪に仕事新幹線で向かってまして、まあえらいよう寝よるんですよ、ね、寝てるんで新幹線が着いたんで、おい着いたで言って、おいしたら、ありがとう言って、ジャンプと切符持って駅員にジャンプ渡してましたすごいな、すごいな、残念ね
なんぼやねんと、ね、東京は大阪は安いですね。安いやそんなでしょ、200いくらい。兄なんですけれども、当時大阪に2丁目劇場というところがありまして、はい、まあ、小さい劇場なんですけれども、はい、楽屋が2つあって、奥の楽屋と手前の楽屋と、僕バーって何気なくその楽屋に向かって歩いてたら、政治の声でね、いや今年の1位はな西武や、ほんで2位は大栄や、ほんでいやちゃうねんちゃうねん、残念ながら近鉄は4位やっていう偉い声高々に、はい、聞こえるんで、うん、なせんやろってパッて見たらスポーツ新聞広げた政治一人やったんです。ちょっと怖いですわー言うてもうた。怖面白い。怖い独り言でちゃうねんちゃうねんってどういうことやったの。あのですね、僕まあちょっと旧車というか、まあ、ちょっと古い車乗ってるんですけど、ほんで、まあ、バーってね、ちょっと女の子を迎えに行こうと思って、うん、でこう走ってたんですよ、うん、僕はそれ右折したいんですよ、でもこっち直進車両がこういますからこう待ってたら、ファーって来たタクシーがパッパッてパッシングでね、どうぞって、どうぞよ、ね、君右曲がりたいんやろ、うんうん、いいよいいよ行ったら、うん、みたいな、はい、ね、空車なんで、あ優しいなー思って、ありがとうございます思って、うん、ファーって行ったら、うん、そのタクシーも後ろファーってついてきたんですよ、うん、ね、うん、結構まあ住宅街なんですけど、今まあ待ち合わせしてたんでファーってまあ女の子いてたんで止まって、うん、ね、ほんで乗せて、ほんでパーって投げなくバックミラー見たら、シャメールでバシャって取って、ブーンって行ったんですよ、うん、あ、うわ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 、ほんであかんかんかんってなって、で追いかけてしょうみの話、はいはい、追いかけて向こうも結構もう行くんですよ、あかんかんってなって、な病院のね駐車場的なんかこっちにあって広なってたんで、そこ前ぐわーっ止めて、で降りて行って、ちょっと何せんのって、はいはい、何、うん、いや何やあれへんと、今完全に写真撮ったよな、うん、いや道譲ったんだけどね、いやいや関係あれへん、うん、何撮ったん、何を撮る必要があんの、うん、いや、あの車珍しいなと思って、いや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 、うん、今完全に撮ってんの、うん、ちょもう出して、うん、出して、うん、なんで出さないといけないの、ちょもういいから出すよってなってバーって見たんですよ、うん、女の子も俺も全く映ってない、まあ、車だけならしばらくしたらバーって画面変わってバーって他の旧車ばっかり、車好きで、車好き、ほんまや、もうあんま走ってへんからみたいな自意識過剰で、まずね、思ってしまいますよ、一応まあ消しましたけど、言うてる手前消した、俺車取られるの、俺これは嫌やから、あというふうに車後ろから取られるのほんま嫌やから、嫌なすり替えしたんですね嬉しいんですけどね、取られるだけで考えたら、車車好きからすれば、去年のクリスマスイブですよ、12月24日ね、はい、まあ、こう街はこう盛り上がってるわけですよ、はい、そうですね、僕その日休みやったんですよ、うん、で、まあ、僕今彼女もいないんで、さあ夜どうしようと、うん、まあ、まあ彼女のいてない後輩2人誘って3人で、うん、じゃあちょっとご飯でも行こうか言って、うん、まあまあなんかちょっとおいしいもん食べようやっつって、うん、まあ、ちょっとまあまあ高級めのお寿司屋さん行こうか、予約取れるかなって電話して、あギリギリ3名やったら行けますよって言い張ったんで、あじゃあ行こうか言って後輩と3人で行ったんです、ほら、まあそんな日なんで、もうカウンターも全部カップなんですよ、全部カップなんですよ、はい、ほんでうち3人座ってる横だけ女性1人で1個席空いてるんですよ、だ待ち合わせで男性もあってあるんですよね、でも全部カップル男3人なんですよ、ほんでまあいろいろ飲み物頼んだりしてたら、もうすぐ ごめんね言うて、30代半ばぐらいの男性、30代同士のカップルです、大人のね、あごめんねって言ってプレゼントをポーンって渡して、そのことにはもう一切触れず、大将、ビールみたいな、すごいこうスマートなね、もうこっち3人うわーええー、なーって感じなんですよ、だえ女の人は、え何、見ていい見ていいって言って、
おいいよ言って、ほんで出し合ったんですよ紙袋から、はい、紙袋の中にもう一個薄い白いこう巾着みたいなのに入ってるんですよ。ほんで見ていい、うん、で、ね、出したらその白い巾着で、それパッて開けて、その女性が「なんでやった、嬉しい!」って言うてるんですよ、ね、うわえすごい言うて、はい、こっちから見てもどう考えたらその本心の心からの嬉しさが、うん、やった、なんでなんで出していいって言って、彼氏は「うん」みたいな感じで「何やろ?」と、うん「やった言うて出すんですよ、はい、ね、はい、パッて出したら、はい、野球のグローブなんですよ。ってなって、こっち3人やるなそれはもう。ほんなら後輩1人が、うん、グローブって言うたんですよ。声出すな声出すな言うて、ほんなら「やったー、はめていい!」って言い出して、マジかよ、寿司屋でこうやってグローブはめ出したんですよ。グローブ上げて、もうもうずっと上げてくる俺ね、いやもちろんしてはれませんよけど、そのうち俺寿司こうすんじゃんこれ、ボールみたいにすごいね、寿司握らして紐で止めて肩つけて肩つけて、いやあんまこうやって喋んちゃうかみたいな、まああのー、あるところとね、うん、いいとこの増刊号でも喋ったんですよ、うんうん、ほんなら「あれ私のことや」って言って、うん、その女性がなんと、うん、いいとものプロデューサーの大学の同級生やったんですよ、うん、たまたま、はい、ほんで「あれ私のことや」って、確かに「知りたい、あのジュニアさんが隣で寿司食べてはった」って言って、うんうん、お前さ、そグローブ持って、うん、なんでそこまで喜んでたの、うん、ほんなら実はその男性は旦那さんでずっと学生時代から野球やって、ほんで社会人になっても野球やってはって、うん、で付き合ってる当時にいつか落ち着いたらあなたと一緒にキャッチボールしたいわってポロッと昔言うたことがあって、ほんでその旦那さんがもう社会人野球をやめることになって落ち着いたから今度いやあのキャッチボールしようなっていうのを思い出して渡したんだ、あの一言、若い時の一言を覚えててくれたんやっていうんで、うわー、俺この話誠治にしたら、はい、お前嘘つけ言うて、はい、誰がグローブ持って喜ぶねお前、ほんま訴えんぞお前、嘘ついてまで笑い欲しいんけみたいなこと言うてた、法廷で俺戦いますよ。この時入った時、僕だから15で入ったんですけど、入ったぐらいの時にはもういたんですけど、今吉本の社員さんね、すごいこう男性なんですけど、うん、あれな、あのジュニアはあれなみたいな、お兄ちゃんはあれなみたいな、こうすごいこうなよってはるんです、ね、でその人が主催でこういろんなイベント、若手を集めてイベントみたいなのをやるんです。当時もちろん仕事ないから一つでもこう出番欲しい、でもその人は全部その出すか出さないかは決める、見た目可愛らしい人が好きです、お男ですよその人は、そういう男ですけど見た目可愛らしい芸人ですよ、だからいやもう今回は無理、千原あのバッファロー五郎が今回ね、バッファロー五郎のちっちゃい可愛らしかったからねみたいなね、全然呼んでもらえない我々は、はいはい、そのことにまあ正直誠治なんかめちゃくちゃ腹立って、あいつね気持ち悪いあいつ気持ち悪いあんなもん言って、くしゃくの悪いあんなもんあんなもんちやろ言って、尺のあれ言うてた、マンスリー吉本っていうのをね、バーシャッとあったんですよ、雑誌が吉本をね、はいはい、それをまあ担当してたその人が、うん、でまあ夜中吉本興業本社、大阪本社で打ち合わせ、夜中あんまりもう社員さんもいないところでやってたら、うんうん、下田閉まったと、下田って夜中4階のフロアに響き渡った、えっ、何や何やと、ほんならマンスリー吉本を開いたそのいつもは名乗ってるその人が「そうだ」言うて顔面相を吐くんです、ね、何やねん
何やと、何やマンズリー吉本特集でペットを飼ってる芸人さんいっぱいいます。その人たちがいろいろペットについてインタビューしたりとかで、芸人さんがトリマー体験みたいなんで、トリマーの学校行ってこう犬を散髪するみたいな。ほんでトリマーに、興味のある方こちらまでアクセスどうぞっていう、でそのトリマーの教室の、ホームページアドレスがそのマンスリー吉本に掲載されてる。どこで何をどう間違ったか、アドレスが普段その人がプライベートでいつも見てるゴリゴリのハードゲイのホームページのアドレス。うわペットかわいい、トイプードルかわいい、トリマーなりたいって検索したらゴリゴリとそそり立ったやつが、もうそれ発行してますから苦情電話さっと。かわいい犬見れる、トリマーのこと知れる思ったらもうこそそり立っとるから、それの島だで、ちょっとしてもう大阪の芸人全部集まってもうお祭りみたいなイベントがあると、これは芸人もちろん社員も全員それは参加せなあかんっていうお祭りごとイベントがある、それにどうしてもその人は行けません、会社からも絶対来いよ、いや行けないです、なんでやねん、いやちょっとあの実は、親戚に不幸がありまして、いやいやまだ先の話やと、何も未来に親戚の不幸ってどういうことやの、何言うてんねん、結局その大きなイベントあった、結局その人来なかった、イベントはまあ無事終了した、あいつ来へんかったなー言ってニュースパッてたまたまつけたら、アメリカで世界各国のゲイの人たちが集まるパレードやってるっていうニュース映像で、そいつがめっちゃ笑顔出る。それは映ってても別にええんや、本人は。だからまさかそれが日本のテレビカメラでというふうに思わないでしょ。ああなるほど、下田ってそんな風に使うんやな。下田渾身の下田です、渾身の下田やな。ほんまに名古屋に行きまして、タクシーにね乗ったんですよ、はあ、ほんでプレシードホテルまでって言うたんですよ、ほんなら、うん、運転手さんが、はい、何丁目って言われたんです、うん、たまにおる、うん、おかしいなこれ、一応ねお客さんとして乗ってるわけですから、うん、いやちょっと何丁目か分かんないんですけどね、じゃあ行けないねって言われたんですよ、うん、うん、いやちょっと分かんないですけど行けないんですか、うん、だって分かんないからね行きようないよね、うん、えらい喧嘩腰やな思いながら、うん、でも言うててもラッチ開かないんで、うん、もうマネージャーに電話しまして、うん、そのホテル何丁目か調べてもうたんですよ、うん、ほんで4丁目ですと、うん、ほんで運転手さんに4丁目ですって言うたら、うん、あああそこいやもうね最近もうカタカナが多くてもうなんだかよく分かんねえんだよって言われて、さすがに僕もちょっと切れてしまいまして、うん、お前の乗ってるタクシーがカタカナじゃーよ。ね、もう腹立って。ほんでまあなんとか着いたんですよ。1600円です。ほんで1万円出しました。あの映りないんで一緒にコンビニまで行ってもらっていいですか？言って、うん。もうあかんと。うん、ほんで俺はもうお前とこのその親元のその会社に電話するよって、うん、ほんで電話番号聞いて、うん、電話して、うん、でいやお前とこに何とかさんっていうこの運転手おるやろと、うん、で客に道を調べさせて礼も言わへん挙句釣りない、うん、どんな教育しとんねん言ったら向こうが、うんうん、そらいかんですよって言われていや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 あのいかんですよなくてどないすんねん言うたら、うん、それはね、うん、お客さんがきつーく言わんといかんですよなんで俺に委ねんねんお前とこでやってくれよそれはでもすごいマニュアルがあるんじゃないかな。そうですね。それ言われたらもう苦情をこれ以上言いようがないもんね。もう一気にクールダウンしましたから。するする。